日本千葉県船橋市、西船西船は千葉県船橋市の町名。現行行政地名は西船1丁目から西船7丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は273-0031。船橋市西部に位置する。北で、小作、院内、北東で行田、山手、東で渡積南で海人町西、南東で山野町、 南で、院内町、葛飾町、南西で、本郷町、西で、東中山、北西で、市川市若宮と接する。西船橋駅前には、バスタクシーロータリーが整備されており、住宅、マンション、商業ビルが散見される。住宅地の地価は、2014年1月1日に公表された工事地価によれば、 西船5から19から16の地点で24万円平方メートルとなっている。1966年6月1日付で、これまでの海人町北1丁目、山野町、院内町の各一部に住居表示が実施され、新しい町名、西船1から3丁目が誕生した。その1年後の1967年6月1日付で、今度は、葛飾町1丁目、道2丁目、 山野町、院内町、本郷町の各一部が、同じく住居表示により、西船4から7丁目に変更された。西船の北東部はかつて空き地や田畑が目立ったが、近年はマンション等が多く建設されており、人口が増加した。1958年11月10日に開業した、現在の JR 西船橋駅の通称、西船がそのまま町名となった。 また1987年4月1日には、町内にある、京成電鉄の葛飾駅が、京成西線駅に改称された。2017年11月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる南部に、国道14号、南北に県道が走っていて、利便性が良い。ただし、 朝夕の通勤ラッシュ時や土日祝日中山競馬開催時には渋滞がかなりひどい。朝ラッシュ時には狭い歩道もない生活道路であるにもかかわらず抜け道として利用されており危険な状態である。また形成踏切でも渋滞が起こっている。AB 船橋市町長,長別人口船橋市2017年11月30日閲覧 AB 郵便番号。日本郵便。2017年11月30日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年11月30日閲覧。国土交通省地下工事。都道府県地下調査。船橋施行法。第201号4月25日発行 P3。及び、第214号3月25日発行 P3。 船橋市中央図書館ほか書像、小中学校通学区域表、船橋市、2017年11月30日閲覧、ありがとうございます。